今日はカモミールのねオイルができたので、これと石鹸掃除を混ぜてカモミール石鹸を作りたいと思います。型もね買ったのでね、今電子レンジで石鹸の素、石鹸掃除っていうね、匂いも何にもないの。ここに自分の好きな香り入れたり油入れたりしてね作るんだけど、このオイルを入れていきたいと思います。で、香りはね、このカモミールの香り、このオイル自体にはカモミールの香りはないのね。エキスは入ってるけど、だから私の好きなストロネラとユーカリレモン、これの香りのする石鹸を作りたいと思います。カモミールのオイルと好きなね、ストロネラのとユーカリレモンのね、エッセンシャルオイルっていうか精油を入れて、今石鹸を固めてます。で、石鹸を入れる袋がねこうあるんだけど、ここにね石鹸を入れて、それで泡立てやすいし、このまま体洗ってもいいしね。ちっちゃくなった石鹸もこういう袋の中に入ってれば最後までね捨てずに使うことができる。ちっちゃくなっちゃうと本当に使いづらいよね。泡立てるのも大変だし。だこういう袋があるから、こういうやつの中に石鹸を入れて、それで使ってます。そうすると最後まで使えるからね。これすごくいい。石鹸がね、固まったかな。結構固くなったから取り出してみたいと思います。でね、今日の夜この入れ物に入れて、ちょっと使ってみようと思います。ストロネラのね、いい匂いがする。まだ出来たてでね、ちょっと柔らかいからね。こんな感じで、石鹸。ね。これでこうやって泡立ててさ、このままこう洗えるじゃない、体。ね。このままね、こうやって多分吊り下げとけば、また使う時にこう洗ってね。